了解、分析してみます。少し時間をください。
その反応もです。もしかして時々待ち構えてるこういうシャドウってあれが呼び出してるってこと？シャドウ来ます。分析してみます。少し時間をください。これで覚悟しろ。
待ってくれ、君、首相だよ。あ、ちょっと、押さないで。つか、もう練習時間外ですから。なあ、君、ボクシング部の真田君だろ。そうですか。いやー、この前の優勝すごかったね。中学であんなに KO 出るの初めて見たよ。私、実は決勝で当たった学校のものなんだけど、君、高校から打ち来ない？君なら特待生として学費半分でいいよ。ちょ、あんた他の学校の人？どんだけルール違反なんすか。失礼ですが、わざわざ準優勝だったところへ移る必要を感じません。お引き取りください。真田君かっこいい。そうよ、あんたのヘボ高校なんか行くわけないでしょ。あ、ほら、頼むからもう帰ってくださいよ。つか、俺ら帰れないっしょ。あの生かし方はないんじゃないか。失礼。練習後はこうなると聞いていたので先に来て待たせてもらった。3年 C 組、真田昭彦君。要件は何だ。私が誰か聞かないのか。必要ない。面倒なしがらみを持ってこないでくれ。俺はただ自分の力を鍛えたいだけだ。面倒じゃないさ。私の頼み事は至ってシンプルだ。頼み？倒したい相手がいる。ただし相手は人間じゃない。ボクシングのルールを守ることもない。
そして相手はおそらく君がこの頃深夜に体験する現象と関係がある。私も同じ身の上なんだ。君と同じくあの時間が見える。でも君はそれが何を意味するかを知らない。一緒に来るなら教えよう。お前誰なんだ？私は霧城満。君と同じ3年生だ。霧城？聞いた名前だな。力を鍛えたいと言ってたが、それなら戦いに今より大きなものをかければいい。君なら奴らを倒せる。今度もまた扉が消えてる。前が天田で今度は俺の過去か。どんな意味やらさっぱりだ。見えてきませんね。しかしまた随分と懐かしい思い出だな。お互いまだ中等部の頃か。正直自分でペルソナを呼び出すまで御令嬢は頭がおかしいのかと思っていた。何しろ初対面でピストルを渡されたんだからな。おいおい、説得の工夫と言ってくれよ。話しかける前はいろいろ悩んだんだぞ。正義の戦いだとかそんな言葉は一番効かなそうな手合いだったからな。ふん、抜かせ。今のが学校？そう、学校よ。と言ってもそのごく一部だけど。ごく一部？本当はずっと広いの？ええ。あなたもしかして本当に一度も外へ出たことがない？それはごめんなさい。仕方ないことかもね。考えてみたら私も最初は寮の外に出るのを止められてたし。姉さんも学校へ行ってるんですか？行ってたけど、この春からはもう行かないの。え、なんで？どうして辞めちゃうんですか？他のみんなも行ってて、姉さんはみんなのことが好きなんでしょ？どうしてって、それは私なりに、とにかくちゃんと考えてそう決めたの。そうなんだ。私思ったんだけど、メティスって悪い人じゃないと思う。悪い人じゃないっていうより、俺ら今まで真顔で相手してたけどさ、実はあいつ根は単なるガキンチョなんじゃねえの？かもね。